先月末、大阪市の老舗機器メーカー、タカラベルモントに集まったマダム3人。すごい楽しみ。楽しみとワクワクとギャギャギャは。実は、はい、チーズ。1970年の大阪万博でコンパニオンとして働いていた女性です。1970年、高度経済成長期を迎えた日本で開かれた最初の万博。美容室で使う電動椅子を世界で初めて作った創業102年のタカラベルモントは、大阪万博で独自のパビリオンを出展していました。黒川紀章さんが未来の都市住宅の理想のもとに設計したのがタカラビューティリオンです。ジャングルジムのような構造の建物にカプセル型の部屋を組み込んだ斬新な未来建築。これを一目見ようと訪れた350万人の来場者を迎えていたのが、内外パビリオンのホステスの中でも一二と評判の良かったホステスさん、越野純子さんデザインによるコスチュームがその応対ぶりとともに大好評でした。あれからおよそ半世紀、タカラベルモントは来年の大阪・関西万博を前に写真に残そうとコンパニオンの同窓会を企画。連絡がついた寺西さん、古賀さん、友藤さんの3人が招待されました。そういや、これあるわ。これが全員ね。そう懐かしいです。全体がすっごい活気だったからワクワクしながら行ってましたね。子供がね、サインくださいよ。そう、サインさせてもらってサインしてくださいってね、書きまくったわ。短期大学や大学を卒業したばかりの女性20人ほどが働いていたといいます。さらに特別ゲストが越野純子さんです。どうぞ。コンパニオンのユニフォームをデザインした越野純子さんです。皆さんのコンパニオンのユニフォームデザインをさせていただいて、私もすごくいい時代にいい仕事ができたなと思ってます。他の多くのパビリオンのユニフォームが当時流行していたミニスカートだったのに対し、越野さんデザインのパンツルックは注目を集めました。自分ながら言うのはあれですけど、今も斬新だと思いますけど。斬新。今でも着たいですか？ちょっと体型がちょっと無理のような気がします。でもいい思い出ですね、本当にね。来年の大阪・関西万博のシニアアドバイザーでもある越野さん、先日発表された万博のボランティアのユニフォームも越野さんが監修をしています。本当にね、最高のお互いのいい思い出なんですけれども、思い出だけではなくて次の世代にね、伝えていってほしいと思います。それが今回の万博でもあると思うし、やっぱり一番の日本で最初の経験者だと思います。3人がコンパニオンを務めたタカラベルモントは、来年の万博の大阪パビリオンへの参加が決まっています。また大阪で万博行けるなんて思ってらっしゃいました？いや、とてももう夢物語でした、世界の人が集まって日本の伝統を踏まえた技術を評価していただける素敵なイベントだと思います。上手にまとめて。次の万博も一生涯心に残る世紀の祭典になってほしいと願っています。菊池さんは1970年の大阪万博行かれたんですよね。はい、千里丘陵行きました。懐かしいですね。もうなんか
漫画の世界のね、あの次の世紀の未来があったような。でこのコンパニオンの方たちの着てる服もね、かっこいいんですよ。なんか漫画の中に出てくるね、その女性のキャラクターのようでですね、もう見るものみんなもう眩しかったですね。その時の時代を示していて、はい、で未来っていうのもこう照らしてくれるような存在なんですよね。未来ってこんな世界なんだってね、なんか見せてくれたような、ね、気がしますね。そんな中でやっぱり一生の思い出になるというか、うんうん、参加するとやっぱそれだけの価値があるっていうのを神崎さん、なんかこうね、皆さんがおっしゃってましたね。ほんまに相当昔のことやのに、菊池先生が昨日のことのように話されててね、やっぱりそんだけこう菊池少年のところにまあそんだけ深く刻まれてるし、もしかしたら、ね、あのコンパニオンの方と菊池先生もすごく近いところでね、ニアミスされたかもしれないですね。ということもありますし、やっぱ参加すると一生の思い出になるっていうことは、このねボランティアのユニフォームなんかも公開されてるんで、また来年参加されるという方も一生の思い出になるかもしれませんね。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。